これより移動市民セミナー、国民健康保険、分かりやすい国保の仕組みについてご説明いたします。担当は栗原市市民生活部健康推進課及び栗原市総務部税務課です。よろしくお願いします。はじめに国保の仕組みについてです。国民健康保険はご存知の通り、加入者が保険税を負担し合い、必要な医療に充てる相互扶助制度であり、都道府県と市町村が一体となって運営する医療保険制度です。国保に加入される方は、基本的にはその市町村に住所を有している方で、職場の健康保険、協会健保や健康保険組合などに加入している方や、その非扶養者の方、またはすでに後期高齢者医療制度に移行された方、生活保護を受けている方以外のすべての方が国民健康保険の加入者となります。具体的には、商店を経営している自営業の方や、農業、漁業に携わっている方、退職して職場の健康保険などを辞めた方やその家族の方、パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない方となります。制度の仕組みとしては、左側の図の通りでありますが、上から順に説明してまいります。まず、宮城県と栗原市が保険者となり、国民健康保険の加入者の方から納付いただいた保険税や国などからの補助により、医療保険制度を運営しています。被保険者は資格を取得したときに、栗原市から被保険者証、いわゆる保険証の交付を受け、それを持参して医療機関を受診し、医療の提供を受け、3割または2割の一部負担金を支払います。医療機関は被保険者証により確認を行い、国保連合会を通じて、栗原市へ医療費の請求を行います。市は国保連合会の審査結果の報告を受け、国保連合会を通じて各医療機関へ支払いを行うという流れとなっています。続きまして、国保の都道府県単位化についてです。先ほどからの説明の中で、国民健康保険の保険者は、宮城県と栗原市が共同で保険者となっている説明をしましたが、こちらは平成30年4月から都道府県単位化で運営されております。それまでは県内各自治体において個別に運営を行ってまいりましたが、宮城県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、中心的な役割を担っています。市町村は保険証の発行や保険給付、国民健康保険税の付加、徴収、保険事業など、住民皆様の身近な業務を行っています。図の通り、都道府県単位化が行われた背景には、各保険者、市町村における構造的な課題、例えば加入者の年齢層が高く、医療費水準が高かったり、または低所得者層が多い場合、そもそも加入者自体が少なく、その規模が小規模であるなど、それらの課題を解決するために行われております。仕組みとしては、県が定めた市町村ごとの国保事業費納付金をもとに、市町村は国民健康保険税を徴収し、県に納付します。県はそれらを財源に、各市町村の給付費に必要な費用を全額市町村に交付するという流れになります。都道府県単位化前は、それぞれの市町村の財布から支出していた費用を、宮城県が一つの財布からそれぞれの保険者、市町村で必要とする費用を交付することで安定的な運営を目指しています。続きまして、
国保に加入するとき、辞めるときについてです。国保に加入する、または脱退する場合は、14日以内に届け出が必要となります。まず、国保に加入する手続きが必要な場合については、退職などにより、職場の健康保険などを辞めたとき、他の市町村から転入してきたとき、子供が生まれたとき、生活保護を受けなくなったなどの場合です。資格取得の届け出が遅れると、資格取得まで遡って国保税が付加されます。また、医療機関を受診する場合には、被保険者証を提示しないと、医療費を一度全額自己負担していただくことになります。次に、国保を辞めるときにも同様に手続きが必要です。就職や扶養認定により、職場の健康保険に加入したときや、他の市町村へ転出したとき、死亡したときや生活保護の受給が始まったとき、後期高齢者医療へ障害認定により移行したときなどです。資格喪失の手続きが遅れると、資格喪失後に国保の被保険者証で受診した場合、後日、市が負担した医療費を返還していただくことになります。また、他の医療保険と保険料を一時的に二重に納付することになりますので、こちらも速やかに手続きを行うようお願いいたします。続きまして、保険証、国民健康保険、被保険者証についてです。保険証は、国民健康保険に加入しているという証明書で、医療機関で診療を受けた場合に、国民健康保険から療養の給付を受けられる、いわゆる3割、2割負担になる証明でもありますので、大切に取り扱い、紛失しないようにしましょう。なお、保険証を受け取ったときには、記載内容や有効期限を確認し、病院に預けたりせず、手元で保管してください。また、記載されている内容に変更があった場合には、速やかに届け出を行ってください。また、保険証の貸し借りは禁止されています。不正使用すると、法律により罰せられることになります。次に、病気や怪我をした時についてです。医療機関や保健薬局に保険証を提示することで、一部負担金を支払い、医療の提供を受けることができます。義務教育就学前までは2割負担、義務教育就学後から70歳未満の方は3割負担、70歳以上75歳未満の方は2割または3割の負担となり、現役並みに所得のある方は3割負担となります。3割となる方については、後ほどご説明いたします。現在、栗原市においては、子育て応援医療助成事業として、0歳から18歳到達後、最初の3月31日まで、入院及び通院の医療費助成を行っております。県内医療機関を受診する場合、子育て応援医療費受給者証を提示することにより、窓口負担はありません。ただし、県外の医療機関を受診した場合は、一旦窓口負担をしていただき、後日、最寄りの総合支所で手続きすることで、指定の口座に振り込みとなります。次に、交通事故に遭ったときについてです。故意の事故や犯罪、喧嘩や泥酔などにより、給付が制限される場合を除き、交通事故や第三者の行為によって傷病を受けた場合であっても、医療保険で治療を受けられますが、示談の前に必ずお近くの総合支所において届け出をしてください。なお、交通事故等の場合は、加入されている保険会社に第三者行為の手続きをお願いしますとお話ししていただくと、スムーズに事務手続きが行われます。これは第三者求償事務を代行する国保中央会と全国の保険会社が加盟する団体との間で、
第三者行為の手続きを補助する覚書を交わしているためです。まずは保険会社にご相談ください。なお、第三者行為の手続きを行っていただくことで、加害者がある場合には、栗原市国保はその被害者にかかる医療費を加害者側の保険に請求することになります。万が一、保険に加入していない場合は、加害者本人に直接被害者にかかる医療費が請求されることとなります。実際に県内でも請求が行われているケースがありますので、任意保険等は確実に加入されることをお勧めいたします。また、病気とみなされない健康診断や人間ドック、予防接種、歯列矯正や美容整形、正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠・中絶などは保険証は使えません。また、仕事上での病気や怪我で労災保険の対象となる場合も保険証が使えないことになります。次に、入院した時の食事代についてです。入院した時は、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を負担していただきます。一食あたりの標準負担額は、住民税課税世帯であれば460円。後ほどご説明する住民税非課税世帯2に該当し、過去1年間の入院日数が90日以内の方は210円、91日以上の方は160円、住民税非課税世帯1に該当する方は100円となります。また、65歳以上の方が療養病床に入院した場合は、食費と居住費の自己負担が発生します。額としては、居住費は共通して1日あたり370円、食費は住民税課税世帯であれば460円、住民税非課税世帯2に該当すれば210円、住民税非課税世帯1に該当すれば130円が1食あたりの自己負担額となります。なお、説明は割愛いたしますが、難病患者の方につきましては、また異なった金額となります。次に、療養費の支給についてです。一度全額負担した医療費について、申請により保険者が認める場合には、自己負担分を除いた分が療養費として支給されます。例えば、急病や旅先で保険証を提示せずに受診した場合や、治療のためのコルセット等を作成した場合、または海外渡航中に急病等で診療を受けた場合、こちらは国内で診察した場合の費用と現地で支払った額と比較し、安価な方になります。また、現在は受領委任方式により、病院で受診した時と同様に保険証を提示し、一部負担金を支払うことで施術を受けられますが、柔道整復師の施術、医師の指示のもと、針、灸、マッサージの施術を受けた場合、最近ではほとんどありませんが、手術の際に輸血用の清潔剤がかかった場合なども対象となります。なお、医療費を支払った日の翌日から2年以内に申請を行わなければ支給ができなくなってしまいますのでご注意ください。次に、その他の給付についてです。被保険者は出産したとき、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週以降に出産した場合には、令和5年4月1日から県内一律限度額50万円で、原則国保から医療機関等へ直接支払われる直接支払い制度になっております。また、もし出産費用が出産一時金の限度額に支給額が満たない場合は、申請により
差額が支払われることになります。ただし、出産翌日から2年を経過してしまうと、出産一時金は支給されません。次に、被保険者が亡くなったとき、葬祭を執り行った方、喪主に対して申請により5万円が支給されます。続いて、移送費で医師の指示により治療上必要であり、緊急でやむを得ず別な病院に移送され、より高度な医療の提供を受けた場合などで、申請内容を保険者が審査し認めた場合に支給されます。ただし、リハビリや急性期治療を終え、長期療養目的等での転院や、ベッド不足、事故や家族の都合での転院、また、検査、画像診断などによる一時的な移送、通院、退院時の移送などは支給の対象となりません。続いて、年齢に応じた自己負担割合、70歳以上、75歳未満の方についてです。70歳以上、75歳未満の方は、所得の状況に応じて一部負担割合が異なります。70歳以上の方で、所得の区分が現役並みに該当する方は3割負担となります。また、3割負担に該当する被保険者が1人でもいる場合は、その世帯に属する70歳以上の他の被保険者も3割負担となります。ただし、70歳以上の対象者が1名の場合は、年収383万円、2名以上の場合には、その合計の年収が520万円未満である旨の申請があった場合は、2割負担となります。一般、住民税非課税世帯2、1の方については、世帯に3割負担の方がいない場合には、2割負担となります。続いて、医療費が高額になった場合は、についてです。医療費が高額となり、各世帯の1ヶ月あたりの限度額を超えて一部負担金を支払った場合は、その超えた分を高額療養費として支給します。その丸1は70歳未満の方の自己負担限度額で、その丸2は70歳以上75歳未満の方の限度額となります。70歳以上の方で、一般と住民税非課税世帯2、1の方については、限度額が低く設定されています。また、過去1年間で外来と入院の高額療養費が3回以上該当した方は、4回目から多数回に該当し、限度額が引き下げられます。なお、あらかじめ決まっている入院や病院や薬局から高額の費用がかかると説明があった場合には、事前に限度額認定証の交付を受けておくと、窓口での一部負担金が限度額に抑えられ、高額療養費が支払われるまでの間の一時的な立て替え分をなくすことができます。高額療養費に該当する場合、対象診療月の約3ヶ月後に栗原市から勧奨通知でお知らせいたしますので、通知が届いた場合には、領収書等をご持参の上、お近くの総合支所で申請手続きをお願いします。続いて、医療費も介護費も高額になった場合は、高額医療・高額介護合算制度についてです。医療費が高額になった世帯に介護保険のサービス受給者がいる場合は、国保と介護保険の限度額を適用後に自己負担額の年額を合算して超えた場合は、申請により支給されます。この計算期間は、前年の8月から7月末までの間に受診した分で、対象となる方には年1回、
3月頃に申請の勧奨通知をいたしますので、通知が届きましたら手続きをお願いします。なお、支給は栗原市国民健康保険と栗原市介護保険からそれぞれ支給されますので、決定金額は2回に分けて支給されます。次に、栗原市国保で実施する保険事業についてです。栗原市では例年次の保険事業を実施しています。市で実施する健康診断や各種がん検診等を受診していただくことで、早期発見、早期治療へつながり、増加傾向にある医療費の抑制につながりますので、積極的に活用いただければと思います。また、市では年4回、日頃の健康管理や適正な受診に対する認識を深めていただくため、医療費通知を送付していますので、ご活用願います。なお、医療費通知は再発行できませんので、確定申告等に使われる場合は、大切に保管してください。さらに、年2回、後発医薬品差額通知も発送しています。ご存知の通り、後発医薬品は先発医薬品と同様の効果を持つもので、先発医薬品よりも安価で安全性も同等の薬品です。後発医薬品に切り替えることで、窓口負担が少なくなる方を対象に通知いたしますので、参考にしてください。ただし、飲み合わせ等がありますので、後発医薬品に切り替える場合には、必ずかかりつけの先生や薬剤師に相談してください。続いて、栗原市国保の1人当たりの給付費の推移について、グラフで示しております。参考資料としてご覧ください。平成25年度決算から令和4年度決算まで掲載しています。被保険者数については、平成25年度が 21,177 人に対し、令和4年度は 15,331 人となっており、5,846 人減少しています。それに対し、1人当たり医療費は、平成25年度が 283,244 円で、令和4年度が379,558円と 96,314 円の増となっています。令和元年度から2年度にかけての減少については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による受診控えが影響しております。令和3年度はその反動もあり増加となっております。令和4年度につきましては、傾向としては増加傾向となっています。続いて、国民健康保険の税金関係についてご説明をさせていただきます。国民健康保険税は、所得割額、均等割額、平等割額という3項目が、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分という3つの分類ごとに計算され、それらの合計額が国保税となります。所得割とは、加入者の所得に応じて計算をされる額であり、計算方法は、総所得金額等の合算額、引く43万円、基礎控除額、かける税率となっています。均等割額とは、加入者数に応じて計算される額であり、各区分ごとに設定された額に加入者数をかけた金額が均等割額となります。平等割額とは、1世帯あたりの定額で計算され、所得や人数によって変動をしない額です。なお、以前はこれらに加え、試算割額という項目もありましたが、平成30年度に廃止されています。令和5年度、栗原市国保税において、医療給付費分の所得割額は
6.98%、均等割額は24,600円、平等割額は17,100円、後期高齢者支援金分の所得割額は 2.72%、均等割額は9,100円、平等割額は7,500円、介護納付金分の所得割額は 2.53%、均等割額は10,200円、平等割額は6,100円となっています。なお、介護納付金分は40歳以上65歳未満の方のみ対象となります。また、後ほどご説明いたしますが、毎年世帯の所得に応じて均等割および平等割額の7割、5割、2割を軽減する制度があります。国民健康保険税の税額について、被保険者の納付意欲に与える影響や、制度および事業の円滑な運営を確保する観点から、被保険者の保険税負担に一定の限度が設けられています。令和5年度においては、医療給付費分が65万円、後期高齢者支援金分が22万円、介護納付金分が17万円、合計で104万円が国民健康保険税の上限額となります。国民健康保険税では、所得が少ない人の税負担を軽くするため、国民健康保険加入者及び犠牲世帯主の前年中の総所得金額などの合算額によって、保険税額のうち、平等割額と均等割額の7割、5割、2割をそれぞれ軽減する制度があります。軽減を受けられる方の基準として、7割軽減は総所得金額等が43万円に、10万円×国保加入者のうち給与所得者等の数から1を引いた数を足した金額以下の方、5割軽減は総所得金額等が43万円足す29万円かける加入者数に、10万円かける国保加入者のうち給与所得者等の数から1を引いた数を足した金額以下の方、2割軽減は総所得金額等が43万円足す53万5千円かける加入者数に、10万円×国保加入者のうち給与所得者等の数から1を引いた数を足した金額以下の方が軽減の対象となります。これらの軽減は自動で計算されるため、改めて申請をいただく必要はございません。平成22年4月から倒産・解雇等で職を失った方が在職中と同程度の保険料負担で国保に加入できるような制度が設けられました。こちらはお手続きをいただくことで国保税が軽減されます。この制度は、1、ハローワークから発行される雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知をお持ちの人、2、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知記載の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかの人、3、離職日時点で年齢が満65歳未満の人、以上すべてに該当する方が対象となります。対象となると、本来国保税は前年所得等により算定されますが、失業者本人の前年所得のうち、給与所得をその100分の30とみなして行います。また、
高額療養費の所得区分の判定も同様の対応をします。この軽減を受けられる期間は、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までです。国民健康保険税の算定に用いられる所得は、前年の総所得金額等です。前年の所得をもとに計算するため、前年の所得に対して今年の収入が急激に少なくなった場合、現在の収入に対して負担が大きくなることがあります。これらは私県民税も同じです。国民健康保険税は、所得から控除される前の金額で計算します。また、肉用牛売却所得は、国民健康保険税の計算では免除されません。正しい所得の申告をよろしくお願いいたします。国民健康保険税の徴収方法として、年金天引、納付書払い、口座振替等がありますが、年金天引は納付書や口座振替よりも優先されます。なお、年金天引のことを特別徴収、納付書や口座振替を普通徴収と言います。世帯内の国保加入者が全員65歳から74歳の場合、自動的に世帯主の年金から国保税が天引きされるようになります。しかし、世帯内に65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合、世帯主が国民健康保険加入者ではない場合、年金天引きの対象となる年金の年額が18万円未満の場合、介護保険料と国民健康保険税の天引き額が3の年金受給額の2分の1を超える場合のいずれかに該当する場合は、年金天引きが行われません。特別徴収は申し込みがなくても条件に合致すると、地方税法により年金天引きに変わります。逆に条件に合致しなくなると、納付書や口座振替に戻ることもあります。年金天引きになった方でも、申し出により口座振替に変更することができます。なお、納付書払いに変更することや、逆に申し出により年金天引きを開始することはできません。年金を2つ以上受給されている方につきましては、法令の定める優先順位により、そのうちの1つが年金天引きの対象となります。金額の多い少ないではありませんので、ご注意ください。国民健康保険税算定の元となる前年の所得は、毎年6月に決定します。そのため、決定までの間は、仮に計算した税額が付加されます。納付書や口座振替による納付の場合、5月末期限の1期と、6月末期限の2期分については、前年の年税額の10分の1ずつの金額を納めていただくことになります。これを暫定付加と言います。7月の中旬に1年間に納めていただく金額の計算を行い、1期と2期で納めていただいた額を差し引いた残りの額を3期から10期にかけてお支払いいただきます。なお、国民健康保険税は、通常1年間分を10期に分割して納めていただくこととなっており、1期あたりがそれぞれ何月分となっているわけではありません。年金天引きによる納付の場合、その年の2月の年金天引きと同じ額が、4月、6月、8月の年金から天引きされます。新たに年金天引きの対象になった方等は、前年の年税額の6分の1ずつが天引きされます。7月の中旬に1年間に納めていただく金額の計算を行い、4月、6月、8月に天引きされた金額を、決定した年税額から差し引き、
残りの金額を10月、12月、2月の年金から天引きされます。所得が少なくなった年などは、暫定負荷や仮徴収の額が大きくなります。その場合は、残りの納期で調整することになります。納期を過ぎても国保税を納めずにいると、督促が行われ、督促手数料や延滞金が徴収されます。納期限から1年を経過すると、通常の保険証の代わりに有効期間の短い短期被保険者証が交付され、頻繁に更新手続きが必要になります。納期限から1年6ヶ月を経過すると、保険証の代わりに被保険者の資格を証明する資格証明書が交付されます。療養費、高額医療費、出産育児一時金、葬祭費などの国保の給付の全部または一部が差し止めになります。また、医療機関にかかるときは、医療費を一旦全額自己負担することになります。滞納金額が大きくなる前に、納付が困難なときは、滞納のままにせず、納税相談にお越しください。納税相談により分割納付などができる場合があります。皆様の納税へのご協力に心より感謝申し上げます。以上で国民健康保険についてのご説明を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。